シャルール・パスクワは、フランスの政治家、実業家。フランソワ・ミッテラン政権で、第11.15代内務大臣を務めた。1927年4月18日に、アルクマリティーム・ケングラースにて、コルシカのカスベッキエ出身で、警察官である父のアンドレアと母の、フランソワ・アズリナルディとの間に誕生する。15歳から、ナチス支配を嫌って、レジスタンス活動に加わっていた。 大学で法律を学んだ後、酒販売のセールスマンから出発した叩き上げである。パスクワは1968年に設立されたゴーリスト政党である共和国民主連合、ユードルに参加し、同党の警備、私兵組織である市民行動サービスの創設にも関与した。その後、ジャック・シラクの顧問となり、1981年、フランス大統領選挙では、 シラク陣営で選挙対策に当たっている。内務大臣を二度にわたって務め、特にバラデュール内閣時には治安の回復を図り、パスクワ法を制定して合案を発揮し、党内実力者の地位を築いた。パスクワは、シラクと政治行動を一にし、シラクを総裁とする共和国連合に参加し、さらに、シラク内閣の内相を務めるなど関係を保ってきたが、 政党的法律等を辞任するパスクワとシラクの間には次第に喧嘩が広がっていった。1995年フランス大統領選挙でシラクから離反し、バラデュール首相を支持新党を結成した。バラデュールを擁立した大統領選挙は序盤において優勢であったものの、シラクと社会党を、第一初期のリオネル・ジョスパンの間に埋没し、 バラデュールは3位に止まり、一敗地にまみれた。しかし、1999年に、欧州会議論者のフランスヨーロッパ独立連合を結成し、フィリップ・ドビリーのフランス運動と提携して、欧州議会選挙に臨んだ。また、1988年から2004年までオード、セーヌ県県議会議長を務めた。これらの選挙で、社会党に次ぐ勢力を確保するなど、 一定の成果を上げた後、ドビリエと他元は分かった。1994年から2004年まで、欧州議会で欧州会議派の会派である欧州国民同盟議長を務めた。2004年にオードセーヌ県から共和国連合の、後ろ身である大統領多数連合公認で、元老院議員に選出された。2015年6月29日に、パリ近郊のシュレンヌにて、 心臓発作のため死去した。88歳であった。公安政治家としてのパスクワには、数々の汚職疑惑も取り沙汰されている。アフリカ諸国への援助関係の汚職や王道、政務権での公共事業関係の疑惑、さらに、イラク国営石油公社の内部文書では、サッタームフセイン政権への支援供与などで、名前がたびたび出ている。ニコラ・サルコジとは、 1975年にサルコジがオードセー県議会議員に当選して以来の強い結びつきを持つ。サルコジ自身はパスクワについて誰でも私が彼の分身であるということを知っていると話している。ありがとうございます。